こんにちは、たけチャンネルです。このチャンネルでは、会社を辞めて自由に生きることを選んだ僕が、いろいろと試してみた、雇われずに稼ぐ方法、そしてお金に関するお得情報を発信しています。興味のある方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さて、今回の動画、これは、会社を辞めようかな、と今思っている人必見の内容になっています。退職願いを出す前に知っておきたいことというタイトルでお送りします。よろしくお願いします。まず会社に退職願いを出す前に自分がこの特定受給資格者または特定理由離職者に該当するかしないか確認してみることをお勧めします。まずはこの認定を受けることができるとどういうメリットがあるのか、僕が思うところ3つご紹介します。まず1つ、失業手当をすぐにもらえる。今は自己都合退職の場合は2ヶ月の給付制限期間っていうのがありますね。もしこれが次の会社が決まっていて転職するような場合は、まあ、失業保険は関係ありませんからね。また、それは別の話になるかと思うんですが、純粋に会社を辞める。その場合は、ハローワークに行って失業給付。この手続きをすることになると思うんですよね。で、その場合、通常は2ヶ月給付制限の期間があるわけなんですけど、この認定を受けると、その給付制限の期間なしに、すぐ失業手当をもらえるというメリットがあります。そして2つ目。失業手当を2倍以上も受け取れる場合があります。正確には、失業手当の給付日数ですね。再就職が決まらない場合の給付日数が2倍を超えたりすることがあるので、かなりお得になります。そして3つ目。僕自身は特定理由離職者の認定を受けて、で、この丸さんがとってもお得だったなと思ってるんですが、これ、国民健康保険の保険料、これがものすごく安く済みます。実際僕は50万円近く年間の保険料安くなりましたから、こういったメリットがありますので、まず会社に退職願いを出す前に、ちょっと確認してみてもらえるといいと思います。では、特定受給資格者の可能性がある人について、お話しします。まあ、いろいろなケースがあるんですが、この動画にまとめているのは、僕が特にここ重要かなと思う部分をピックアップしてあります。で、まずこの1、これが特定受給資格者の基本パターンですね。要は、会社が倒産してしまった場合、あとは会社の都合によるリストラ。これは、まあ、間違いなく特定受給資格者となるわけなんですが、強くお伝えしたいのは、2番以降のところですね。まず2番。事業所の移転。これによって通勤が困難になったケース。これも特定受給資格者となります。で、これ、普通だったらそんなによくあることじゃないと思うんですけどね。でも、今、コロナ禍で都市部から郊外への会社移転、オフィス移転なんていうのがよく聞く時代になりましたよね。だから、こういった事業所の移転による通勤困難。これは特定受給資格者と認定される、一つのパターンです。そして、3番。これ、以前からよく言われるところですけどね、過度な時間外労働を理由とする離職。これは、特定受給資格者と、認定されます。で、実際まあ、その該当する場合、どう証明するかとか、そういった問題はあるかなとは思うんですけどね。ただ、まずは、自分がその要件に当てはまるのかどうか、そこを確認してもらえたらいいかなというふうに思っています。この過度な時間外労働、これについて言うと、具体的に3つのケースが挙げられています。1つ目、直近6ヶ月のうち3ヶ月連続で45時間以上の時間外労働がある場合。これ、結構あるんじゃないかなって個人的には思っているところですね。そして2番目、1月で100時間を超える時間外労働があった場合。これが2つ目のパターン。そして最後3つ目、2ヶ月から6ヶ月の平均が80時間を超える。これ、1、2、3、いずれの場合も特定受給資格者というふうに認定されます。もし該当する場合は、しっかり認定を受けた方がいいかなというふうに思いますね。で、次です。4番。上司や同僚からの故意の排斥や冷遇。要するにパワハラ的なやつですかね。これも、まあ、証明手段については、これはもし該当するなという場合は調べていただけたらと思うんですが、これも特定受給資格者の可能性があります。そして、最後、5です。これが結構、該当する人もしかしたらいるのかなと。で、案外、特定受給資格者の、要件に、当てはまってるっていう認識、ない人も多いんじゃないかなと思って、この5番が特に気になったんですけど、これは、更新ありの有期雇用契約
なのに、契約の更新がなされなかったということですね。これ、特定受給資格者の条件に当てはまります。そして、もう一つ、このカッコ2なんですが、3年以上継続して雇用されていた。これは特定受給資格者の要件に当てはまるんですね。だから、もしこれ当てはまる人は、これハローワークでしっかりと認定を受けた方がいいと思いますね。そして次です。特定理由離職者の可能性がある人です。まず、丸1、期間の定めのある労働契約の期間満了です。期間の定めのある労働契約で、期間満了で終わりですから、ちょっと考えると、まあ、普通な気がしますよね。でも、これは特定理由離職者の認定にこれ、当てはまる可能性があります。期間の定めのある労働契約で、もし契約更新ありと明記されている場合は、先ほどお話しした特定受給資格者になるんですね。もし、更新ありとはっきり書かれていなくても、更新しないということが明記されていない場合は、この特定理由離職者に当たる可能性があります。ただ、一つ条件としては、雇われている側から会社へ契約更新の意思があることを、ちゃんと申し出ていないといけない。っていうのがありますね。でも、会社の都合により更新されなかった場合、これは、この特定理由離職者の認定の要件に当てはまるんですね。だから、期間の定めのある労働契約で、期間満了で、はい、終わり。っていうのは普通にもちょっと思えるかもしれないんですけど、今言ったような条件を満たしている場合は特定理由離職者となるので、しっかりと確認するのがいいと思います。そして、丸2番と丸3番、こういうその家庭の環境の急変だとか、通勤不可能あるいは困難、こういうケースも特定理由離職者というふうに、認められることが、結構あるようなんですね。で、家庭の環境の急変、これ、例えば、親の介護の必要でとか、結婚して、ちょっと転居しなければいけないとか、そういう家庭環境の急変、あとは、通勤困難、これ例えば、通勤に使っていたバスの路線が、例えば廃止になってしまったとか、まあそういうことがそれほど多いかは別として、こういうふうに家庭環境とか通勤できるできないとか、こういったものが考慮されているような部分っていうのは、調べてみると案外あるんですね。だから、もし、なんかそういったですね、家庭事情によるっていうような場合は、調べてみるといいかもしれません。そして、僕が今回特にですね、強くお伝えしたいのは、この丸4番です。体力の不足や心身の障害、疾病などでの離職。これは特定理由離職者というふうに認められます。僕の別の動画でもですね、特定理由離職者は誰でも認定受けられるっていうようなお話をしている動画がありますので、もしちょっと気になる方はご覧いただけたらと思います。で、ここの要は体力の不足とか、まあ、病気なんかの場合は、やはり医師の診断とかが必要になったりは、まあ、もちろんするわけなんですけどね。ただ、転職するとかではなく、次の会社も見つかっていないのに退職をするわけですから、やはり心身ともに健康で何の問題もなくっていうことはあまりないんじゃないかなと個人的には思うんですよね。だからそういったような場合、特定理由離職者と認定されるんですよね。なので、そのあたりは、もし、こう今、僕が話したような、今会社を辞めようと考えていて、っていうような方は、ちょっと確認してみるといいんじゃないかなというふうに思います。で、実際僕は体調不良による離職ということで、特定理由離職者の認定を受けました。で、そうすると、まあ、最初にお話ししたように、国民健康保険の保険料が本当に50万円くらい年間で安くなったりとか、そういうメリットもあるんですよね。なので、もし今、会社を辞めようと考えている方で、この動画でお話ししたようなこうケースの場合は、そういった認定を受けられる可能性がありますので、ぜひ一度、詳しく確認してみるといいかなというふうに思います。実際に失業給付を受けたりするときに、大体いくらくらいもらえるのかとか、何日くらいもらえるのかとか、そういった、部分については、また別の動画で、いろいろお話ししていきますので、興味がある方はチャンネル登録の上、そちらもご覧いただけたらと思います。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。タケチャンネルでした。